鳥居みゆきは、日本のお笑いタレント、女優、映像作家、小説家、絵本作家。2013年より、劇団、東京ギロティンクラブの看板女優としても活動。秋田県出身で、埼玉県育ち、S&D スタジオに所属後、業務提携先のサンミュージックプロダクションへ移籍。姉の紹介でお笑い芸人として、s D スタジオ松実るお笑い塾に所属した後、サンミュージック所属となり、毎回、ゲットライブに出演するようになる。育ちは、埼玉県のため、生まれ故郷の秋田弁は話せない。週刊誌、フライデーが取材した、鳥居の小学校の同級生の母親より、とても綺麗な子でしたね。親分派だというか、面倒見がいいというか、いつもジャージーを着て、活発な子でしたという証言がある。 中高生の頃は、真面目で物静かな文学少女で優等生タイプだった。14歳の時には、ベルナー・ヘルツォークの映画に衝撃を受ける。鳥居は、14歳の頃、知り合いの映画監督から勧められてみた、アギーレ神の怒り。初めて見た時はとにかく衝撃的でした。ポポルブーが作る、どこか、悲しげな楽曲、描写の美しさや構図、どこか、 不自然だけど自然な感じ。主演のクラウス・キンスキーの演技、そのすべてに惹かれました。特にクラウス・キンスキーが自分は神の怒りだというシーンがあって、それは今でも強く印象に残っています。もちろん当時の私は芸能界に入るなんて考えていなかった。でも劇団に入りたいなぁとか漠然と考えていて、きっと頭のどこかで表現者になりたいという思いが、 あったのかなぁと書いている。鳥居はピン芸人だが、ラモンズスクイット、平和宣言、大型連休、武功のスワイレス、鳥居ページとして、それぞれ短期間活動したことがある。鳥居はお笑い芸人としてスタートしたが、なりたいのは表現者で、映画監督にナレーションと挑んでみたいことは尽きないと語っている。そのコントは誰にも似ていない。 巨実の入り混じったオリジナルな世界を表現することから、彼女のコントや文章にはマニアックなファンが多い。言葉遊びや時事ネタを取り入れた知的な芸風で知られる。フライデーの取材による中学時代の同級生の証言によれば、実は彼女がネタの中で使う名前も中学時代の同級生のものが多いんですよとのことで、ある。 死と生がテーマの作品が多いネタを考えるときには、部屋を暗くし、暗い曲をかけて嫌なことを思い出すなどテンションを下げる、環境を作り、練習は電車の連結部で行うこともある。視力が悪く、コンタクトレンズ、メガネを使用。社交的ではなく、モテないことを自称するが、女王と呼ばれた女の主演を務めた際には、この舞台の座長として、 役者たちをまとめるなど年長者としての働きも見せている。2017年10月に東北宮城復興マラソン2017に参加し、完走した。病気の友人に完走を約束していた鳥居はゴールの直後に号泣した。取得資格は情報処理1級、商業簿記2級、工業簿記1級、手算準1級、ワープロ2級。 第一種普通自動車運転免許など、特技としては、キキティッシュ、暗算が挙げられる。暗算は0.6秒間隔のフラッシュ暗算に成功したことがある。また、お化けや傷や流血などの特殊メイクも特技として挙げられる。クレイアニメを作りたいと語っており、日本テレビスタードラフト会議で自作のクレイアニメを披露した。得意な手料理は、マッシュポテトとポトフ。 文学は一貫してファンであるという安倍工房のほか、夢の旧作、沼玉ホカルの作品を愛読している。鳥居の創作するコントは、安倍工房が作品の原点だと本人は書いている。漫画は、丸尾末広、杉義春、杉浦茂など、主にガロ系と呼ばれる漫画を愛読している。特に丸尾作品が好みで、子供の頃に、少女、椿を読んで衝撃を受けて以来、 ファンになった。ライブのチラシを丸尾に描いてもらったり、丸尾の画集にコメントを寄せたこともある。また、梅津和夫の作品も多数持っている。音楽は中島みゆきのファンだが、直接会ったことはないと述べている。好きな男性のタイプは、鳥越俊太郎、立博士、中村正俊水谷豊から年上を好みとしてあげることが多い。好きな女優には、松高子。 鈴木沢、よきみこをあげている。好きなファッションブランドは、ビビアンウェストウッド。イチゴが嫌いである。子供の頃からずっと35歳で死ぬと思い込んでいた。喫煙者である。既婚者である。夫に関しては会話するどころか動きが早すぎて目視できないというネタで返しており、実際にどういう相手なのかは明らかになっていない。バカリズムとは、 LINE 友達である、ありがとうございます。